よりなんせ江戸時代からタイムスリップ、アリスこと花魁の上月さくらでありす。本日は吉原のお勉強会第5弾。まあ、前回がちょっと大人な世界だったんで、今回は吉原の遊女の一日をご紹介していこうと思いっす。それでは学んでいきしょ。アリス。まず遊女の一日は午前6時から始まるでありんす。午前6時に起きた遊女がまずやることは、前日から泊まってるお客様のお見送りでありんす。もう帰っちゃうなんて寂しいという感じで、しばしの別れを悲しむふりをしてお客様をお見送りするでありんす。そしてその後午前10時まで就寝でありんす。この4時間が遊女のしっかりとした睡眠をとれる時間でありんす。4時間睡眠きっついでありんすよな。死んでしまうでありんすよ。そして10時に起きた遊女はお風呂に入ってご飯を食べて、昼の営業の時間までお客様にお手紙を書いたりとか、あと芸事をしたりとか、着物を見て買い物をしたりとか、それぞれ思い思いの時間を過ごしていました。そして午後12時になって昼の営業が開始されるでありんす。ただ昼の営業はそんなにお客さんは来なかったでありんす。居酒屋が昼にランチもやっているけど、夜は繁盛しているけど、昼はそんなに混んでない。そういうのと同じように、吉原の昼営業もそんなにお客様は来なかったでありんす。そして午後4時になって昼の営業が終了しんす。でここから、夜の営業までが2時間あるでありんす。その間に夜ご飯を済ませたりとか、昼営業でちょっと乱れた髪とか着物を整えたりとか、夜営業に備える時間になっていました。そして午後6時になって、ここからが本番でありんすよ。夜営業の開始でありんす。で実は夜営業でありんすが、夜の営業、国に認められてる時間は午後10時まででありんした。ただ午後の10時までとなると、まあ、たった4時間でありんすな。居酒屋で考えてくれなんし、4時間で閉まる居酒屋ってないでありんすよな。全然稼げないでありんすよ。なんで江戸時代は実は金で時間を知らせていたでありんすが、その金を吉原では10時の時間帯には流さずに、12時の時間帯に10時の分の金をつくということでごまかしていした。そんなものでごまかせるのかというのがありんすが、まあそこら辺は結構適当でありんした。この12時の時間ってラストオーダーの時間でありんすよ。まだ営業するでありんすよ。江戸時代な、前にあんどんやったと思いんすが、真っ暗なんでありんすよ。皆様がもう寝てるような時間帯にまだ営業してるでありんすよ。ラストオーダーが終わって、で、そこからまたさらに2時間。2時間後の午前2時に完全に営業終了。そして、遊女は就寝。ただ、お客様も泊まってる場合が多いんで、なんで実質遊女が休める時間帯といったら、先ほども言った通りお客様を見送った午前6時から10時までの間でありんす。たった4時間の睡眠でほぼ年中無休で営業していした。今で言ったら完全に労働基準法に違反でありんすな。そんな過酷な状況で吉原の遊女は働いていした。それでは本日のまとめ。本日もご視聴誠にありがとうございます。この絵巻が気に入ってくださいしたそなた、ぜひぜひ高評価、チャンネル登録お頼み申しんすえ。それでは次の絵巻でお会いしんしょ。おさらばへ。